三嶋大社に来ています。今回はですね、大河ドラマの寄稿ということで、まあ、ここも何度も来てるんですけども、まあいろいろな方のゆかりの地でもあって、いわゆるその源氏のね、ゆかりの地、まあ、北条氏、あと北条氏ですね、北条宗雲一世宗瑞の方々のですね、関係の場所ということで、ね、訪れています。今日はね、早めに行ってまして、ここもかなり早い時間からね、人が多いんで、この像もね、この間撮りましたね、確か、ね、七五三の入ってるんで、ちょっと人が多いかな。ここはね、かなりご利益があるということで、ね、門がすごいですね、恵比寿港大きいですよね、ここの敷地がね。そして、今回の大河ドラマですね、源頼朝公、またいろいろなですね、北条氏ゆかりの方たちが、まあ、こちらに来たと、いうことになりますね。ここはなんかすごい神域の雰囲気でね、お子様がいます。朝はいいですね。まああの冬なんかもね、来たことありますけど、そんなに伊豆はいつも思うんですが、寒いっていう感じはしないですね。1月とか2月に来ることが多いですかね。季節的にちょうどいいというか、伊豆山なんかすごい、2月なんか暑いぐらいでしたからね。これが本社、本部ですね。そう、なんか今やってるんで、見学してる方とかいますね。すごい、お掃除をね、すごい綺麗にしてますね。写真撮ってる方とかいますね。綺麗ですね。これね、すごい立派ですよね。朝の法要ですかね、普通の神事ですけど、関係者の方がね、